おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。前回ね、これからまた絶望裁判が始まるぞってところで終わったので、まあ引き続き撮ってるんですけど、早速始めましょう。全然ね、今回ね、あんまりこう動機とかは分かっても、今回割といろいろ分かってないところが多いんでね、こうやって解き明かしていくのが楽しみですね。じゃあ早速事件の整理からしていきましょうか。まず事件の被害者は2人いましたね。1人目の被害者が森園うさぎさん、2人目が白川杏さんでした。そしてこの2つの事件に共通していたのが、謎のピエロによる同一犯の犯行で、事件前に必ず動画が送られてきたという点でした。グループ LINE 的なものに送ってきたんだったら、誰が送ったかとか分かりそうだけどね。それに動画でピエロは、これはお前たちへの復讐だとか言ってたよね。うん、だから俺たちは最初、いじめが原因で自殺したカナさんの幽霊が犯人じゃないかと思ったんだ。しかし実際にはカナさんは自殺なんてしてなかったんだよな。はい、ということはあのピエロは幽霊ではなく人間だったってことですね。ここまでが先ほどの調査で分かったことでした。そうだったね。だけどピエロが人間だとするならば、この事件において一つ説明がつかない点が出てくるんだよな。屋上から中庭への瞬間移動についてだね。Good select. Yeah. それはウサギさんの事件で起きた瞬間移動だよね。そうだったね。最初ピエロは屋上から中庭に一瞬で移動したんだったね。動画とさ、中庭のさ、時系列が一緒だと思わないでほしいね。とか言って、それでなんか偉そうに言っといて違ったら恥ずかしいんだけど、ね、あれは驚いたよな。ドッペルゲンガーには漫画みたいな特殊能力があるわけでもないんだし、瞬間移動なんて人間じゃ絶対にできないよね。まあそれは確かにそうですが、犯人はどうやって一瞬のうちにあの距離を移動したんでしょうか。屋上から中庭に飛び降りたとか。ルイ君、ダイナミックな推理は素敵ですが、さすがにそんなことしたら死んじゃうんじゃないですか。そっか、そうだよね。どうしたんだ。ピエロから最初に送られてきた動画をもう一度見直してみない？何かヒントが隠されてるかも。時計とかに映ってたりしないかね、時間とか。それはいいアイディアです。あった、この動画。この動画が送られてきた時間は18時頃だったよね。なあ、その時間で間違いないと思うぞ。確かその時教室には俺ら含めて数人の生徒しか残っていなかったな。ちょうどテスト期間が始まって、部活も休みだし早く帰る人も多かったからね。そして私たちはこの動画を見てすぐに屋上に向かった。でも屋上に着いた時にはすでにピエロとウサギちゃんは中庭に移動していたんだ。そうでしたね。動画が届いてから屋上に着くまで1分もかかってないよな。そんな短時間で移動するなんて人間には不可能です。でも今回のドッペルゲンガーはそれをやってのけた。何かトリックがあるはずですが。トリックね。手がかりになるのはこの動画だけか。何かおかしなところはありませんか。よーく確認してみましょう。瞬間移動のトリックを解くヒントか。この動画の中でそのヒントが隠れているところは何かないか。時計でしょう。違うの。やべ、間違えた。さっきのやつもう一回見ればよかった。そうか、わかった。
いや違うんだね、違うんだね、ごめんね。中庭だ、サッカーしとる。くそー、ちゃんと見ればよかった。うわー、鉄砲で言っていては推理になりませんよ、ごめんなさい。あ、私気づいたかも。ほら、グラウンドを見てほしいんだけど。あー、もうくそー、これってサッカー部の人が映り込んでない？ほんとですね。でもこれが何のヒントに？この動画が送られてきた時はテスト期間で、部活は休みなはずだよね。グラウンドでサッカー部が練習してるのっておかしくないかな。なるほど、よく気づきましたね。でもそれってどういうことだ？部活動は停止のはずなのにサッカー部がグラウンドで部活をしてる。まあ、別日だったんだろうけど。え？ってなると、なんでウサギちゃんはそうやって捕まってるの？あ、わかんなくなってきたな。このことから考えられる瞬間移動トリックの真相は、この動画は数日前に撮られたの。あー、そうなんだね。この動画は事件が起きる数日前にあらかじめ撮られたんじゃないかな。そもそも動画が送られてきたあの時、最初からウサギさんとピエロは屋上なんかにはいなかったんだよ。そっか、てっきりあの動画は事件が起きたのと同時に撮られたものだと思い込んでたけど、違ったんだね。そう、これが瞬間移動トリックの真相だと思う。なるほどですね、見事に騙されてしまいました。なるほどな。ん？でも後ろに映ってるウサギは何なんだ？これはおそらくマネキンか何かにウサギさんの格好をさせただけだと思うよ。その証拠に送られてきた動画はウサギさんの顔が映らないようにうまく隠してるし。なるほど、このピエロ頭いいな。つまりこれで瞬間移動トリックの謎は解けましたね。うん、これですっきりですね。ピエロは幽霊なんかじゃありません。だからカナさんの幽霊だと思い込んでいたのは間違いです。そっか。でも現場に落ちていた脅迫文には、お前らに復讐してやるとか、明らかにいじめられてたカナさんを匂わすようなことが書いてあったよね。それなんですが、おそらく犯人は自分が犯人だとバレないためにわざとカナさんの復讐に見せかけたんでしょう。そのためにわざわざ幽霊に見えるような瞬間移動トリックなど面倒なことをやったわけです。なるほど、確かにそう言われると納得かも。じゃあ問題は、誰がカナさんの幽霊のふりをして犯行に及んでいたか。被害者の二人に関係している人物を挙げると、ミカコさん、アリスさん、マチさんの三人ですね。あのグループは上辺だけの関係で仲が悪そうでしたし、あのグループの中にリーダー格の二人を恨んでいる人がいてもなんだ不思議ではありません。それはそうだな。それじゃあまず三人について少し整理していきましょう。まず美香子さんは、彼女は自分に芯がなく、アンさんの言うことにただ同調しているようでしたね。それに彼女はウサギさんたちから目をつけられるのを怖がっていました。そうだったな。そして次にアリスさんですが、彼女はあまりグループ内でも好かれてはいなかったみたいですね。一人だけ原宿で仲間外れにされてたし、あれはかわいそうだったよね。はい。それにアンさんからの証言で、アリスさんは自分を守るためによく嘘をついていたみたいです。あいつが嫌われていた原因はそれが大きいだろうな。最後にマチさんですが、彼女は別に仲が悪いわけではありませんでしたが、ウサギさんが襲われた翌日、アンさんの誘いを断って少し気まずい空気が流れていました。こんな感じでしょうか。そうだな。犯人はこの3人の中の誰なんだろう。他に目星い証拠は見つけてないので、
これ以上話し合っても犯人の正体は分かりませんね。ここから先はドッペルゲンガーに尋問をして真実を暴きましょう。そうだね。よし、どうやら話はまとまったみたいだな。それでは第2回絶望裁判開廷です。クリア。はい、じゃあ行きましょう。行っちゃうよ。今日はどこまで行けるかわかんないけどね。数パートに分かれてるかもしんないけどね。絶望裁判開廷。今回の議題、ウサギとアンを襲った犯人の正体と動機を暴け。とりあえずちょっと待ってね。回答文を見よう。ドッペルゲンガーであるなんとかは、カナと、だったにもかかわらず、いじめられたカナを、のために二人を襲った。マチちゃんだよね、多分ね。カナと友達だったにもかかわらず、いじめられたカナを、見捨てた。その、復讐のため、回答してみようか。いや、やめよう。まず質問していこう。いくぞ。動機にはいじめが関係していますか？あなたとカナ、あなたはカナと面識がありましたか？あなたは二人のことが好きでしたか？あなたは二人を恐れていましたか？標的はグループのメンバーでしたか？あ、これは、あなたはカナと面識がありましたか？いや、確信に迫る質問ですよね。イエス。多分一緒の演劇部だったんだろうなって思うんだが。質問レベルがアップしました。新しいカード引きましょう。よし、来たね。これは？カナはあなたのことを好きでしたか？好きだったんじゃない？イエスですよね。じゃあもう一回新しいカード引こうか。で、これは？ピエロに変装していたことに意味はありますか？あるでしょう。その演劇部のことだろうから。でもとりあえず質問していかないとちょっと。イエス。引こう。これって2枚連続で引くこととかできんのかな？反抗をしてあなたは満足ですか？こう。あなたは最近学校に来ていましたか？もう一回引こう。これは最近カナと会いましたか？最近カナと会いましたか？そうかそうか。まあそうだよな。あなたは大事な人を裏切ったことがありますか？これだろ。確信に迫る質問。イエス。さあ、レベル3の質問を見て答えられそうだったらもう答えちゃうか。あなたは今の自分が好きですか？ちょっと答えてみようかな。答えよう。いくぞ。ドッペルゲンガーである猫脇町は、カナと親友だったにもかかわらず、いじめられたカナを見捨てた。その、罪滅ぼしね。なるほど。その罪滅ぼし以外は全部大体当たってたね。罪滅ぼしのために二人を襲った。これだろうね。はい。ドッペルゲンガーの真相を暴いた。S だって、やったね。スマホバッテお楽しみください。はい、すいませんでした。クリア報酬はもらえないけどね。
うん、今回のドッペルゲンガーはこの人でした。ライフを2消費して次のパートに進みますか。結構いいスピードで進んでるんじゃない。消費して進みましょう。猫脇マチさん、君がドッペルゲンガーの正体だ。もう大正解。今回のドッペルゲンガーは彼女でした。マチがドッペルゲンガー。じゃあ、あのピエロの正体は。そうだよ、私が今回の事件を起こしたピエロの正体、猫脇町のドッペルゲンガーなんだ。今回の事件はさっきあんたたちが暴いたように、すべてはかなちゃんを裏切った私の罪滅ぼしだったの。罪滅ぼし。もともと私はかなちゃんと同じ演劇部の部員だった。じゃあ演劇部にあった写真は。うん、かなちゃんと写っていたのは私とかなちゃんは親友だったんだ。だけどある日突然、あんたちのグループからかなちゃんへのいじめが始まったの。最初の頃私は気にせずかなちゃんと一緒にいたんだけど、ある日私はあんたちに呼び出されて、かなちゃんとこれ以上関わるなら私もいじめの標的にするって言われて、私はそれが怖くてかなちゃんと関わるのをやめたんだ。それからすぐかなちゃんは学校に来なくなったの。私に裏切られたのがよっぽどショックだったんだと思う。私はかなちゃんを見捨てたことをすごく後悔した。だけど私はその後あんたちのグループに入っていじめられないように振る舞ってたの。嫌われないようにみんなのご機嫌取っていつもヘラヘラ笑ってさ、私は心の中で自分がいじめられないことに安心してたんだ。でもそんな風に思ってる自分が気持ち悪くて仕方なかった。そして私はかなちゃんに対する罪悪感から絶望し、ドッペルゲンガーが生まれた。これが私が生まれた理由だよ。じゃあウサギさんたちを襲ったのは。あれはせめてもの罪滅ぼしのつもりだった。彼女たちにかなちゃんが受けた痛みを少しでも知ってほしかったから、そうすることで自分の罪悪感も和らぐかと思ったんだ。ほんと自分勝手だよね。ちなみにかなちゃんが自殺したって噂を流したのも私なんだ。うん、でしょうね。え？でもどうしてそんな噂を。もしかなちゃんが自殺してその幽霊が復讐しに来たとあんたちが知ったら、みんなもっと恐怖を感じて自分たちのやったことに罪悪感を抱くと思ったの。なるほど。マチちゃんはずっとカナさんを見捨てた罪悪感に苦しんでいたんだな。それってマチちゃんも辛かったよね。は？私が辛い？本当に辛いのはカナちゃんだよ。私なんてただ逃げてばっかりの卑怯者だ。そんなことない。確かにいじめられていたカナさんが一番辛かったと思う。でもマチちゃんも相当辛かったはずだよ。なんだよいきなり。あんたに私の何がわかるって言うんだ。わかるよ。私も今まで逃げてばかりだったから。え？私はずっと周りから自分を否定されるのが怖くて、ずっと逃げて逃げて、その度に苦しんできた。でも
私は逃げることをやめて変われたんだ。周りなんて気にする必要なんてないんだよ。マチさんがしたいように、マチさんが正しいと思うことをやればいい。そんな簡単に言わないでよ。それで嫌われていじめられたらどうするの？別に嫌われてもいいじゃん。え？嫌われたっていいんだよ。大丈夫。その時は私たちがついてるから。うん。そうですね。オカルト部はいつでも誰でも大歓迎です。ああ。なんだよ。なんだよ。なんなんだよ、お前ら。おかしな奴らだな。私は、かなちゃんに謝りたい。許してくれないかもしれないけど、まず私がやらないといけないことは、傷つけた大事な親友に謝ることだと思う。うん、私たちも応援するよ。どうやら話がまとまったみたいだな。それでは今回の事件についてまとめると、ドッペルゲンガーであるマチさんはいじめられていたカナさんを見捨てたことに、いじめられていたカナさんを見捨てたことを後悔していて、その罪悪感からドッペルゲンガーを生み出した。そしてカナさんへの罪滅ぼしのために事件を起こしたというわけですね。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。てなわけでドッペルゲンガーの浄化に移るぜ。それでは猫脇マチさんのドッペルゲンガーを浄化します。浄化完了。クリア。はい、ライフ1しか残ってないですけど、どうしようかな。次のパート進んじゃって、長かったら2つに分けるとかにしようかな。進んじゃいましょう。浄化されたマチさんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。またまた一件落着だな。二人目のドッペルゲンガーも退治するなんて、お前らなかなかやるじゃねえか。ありがとう。それでは、約束通り記憶を戻しますね。準備はいいな？うん。パチン。相変わらずビンタされたみたいな音だな。指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがして、その場に倒れた。うん、親の都合で東京の中学から転校してきました。よろしくお願いします。ざわざわ。はあ、また転校か。友達を作り直さなくちゃ。でもどうせまたすぐ転校だろうし、友達を作る意味なんてあるのかな。ねえ君、東京から来たなんてすごいね。俺の名前はマサキって言うんだ。よろしく。よろしく。今日の帰り俺たちと一緒に帰らねえ？いいけど。よし、じゃあ決まりね。君は今日から俺たちグループのメンバーだからね。グループ？東京の話いろいろ聞かせてよ。わかったよ。この転校生はもしかして俺か？それにこのマサキって名前、確かに聞き覚えがあるな。ああ、クリアしたわ。終わりですね。はい、5時の回復待ちます。ということで、じゃあ本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。その主人公信之くんの過去の記憶もね、ちょくちょく戻りつつありますが、今回のそのまちちゃんのお話もなかなか本当にありそうで嫌だよね。もう女子グループでその上辺だけ付き合うとかさ、そのまずグループっていうもの
をちょっといろいろ見直していかないとダメだなって思いますね。うん、女子って怖いということで、次回に続きます。おつぴよでーす。